皆さん、こんばんは。楽旅若村です。さあ、本日は6月の24日水曜日。今日はちょっと時間を遅らせまして、午後の7時になりました。今日もほぼほぼ毎日配信、楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へスタートしたいと思います。拍手 ちょうど今ですね、皆さんの後ろにはお茶のお稽古の様子が見えているかと思います。今日も楽旅京町屋のお座敷からお届けしておりまして、私の方はお茶室にいます。そこから路地越しに大座敷が見えておりまして、今日は水曜日、毎月第2、第4の水曜日にこのお茶のお稽古を行っておりまして、いやーしかしですね、ここ数ヶ月、 お稽古もできませんでして、ようやく今日から、楽旅の作動部、お稽古が再スタートしました。もうね、3ヶ月ぐらい空いていましたから、今日はね、午後の6時から、先ほどから1時間ほど前からお稽古を始めたんですけれども、私が、まあ、このライブ配信がありますので、ちょっと早めにお稽古をさせていただきましたけれども、もう、覚えていることと、覚えてないことと、 もういろいろありまして、今実は、この直前ですよ。私、お稽古をしてたんですが、お水差しをした後の湯返しをしていないことがわかりまして、やっぱりね、いろいろこう抜けてました。まあでもこれからもですね、精進を重ねまして、早くね、このお茶室で、お茶が立てれるよう、ね、ちょっとこう精進していきたいかなと思っております。まあ今日は、 楽旅の中に作動部というのがありましてね、スタッフみんなで、あの、お茶のお稽古を月に2回行っておりまして、まあ3ヶ月ぶりのお茶のお稽古の再開ということなんですが、まあね、お稽古ももちろん楽しいんですけれども、まあ何と言ってもね、まあ皆さんお茶のお稽古、経験ある方はね、季節のお菓子を食べることがね、結構楽しみであったりします。今日は、京菓子の松屋さんの方で作っていただきました。 梅雨時のツバメが低く低く,く,く空を飛びます。そういうね、空を行き交うツバメをかたどった今日はお菓子をこのお稽古にご用意させていただいておりましてね、ちょっと見えますかね皆さん。ちょっとね、斜めにすると落ちそうで怖いんですけど、ツバメがまたわからなかったら後でね、写真撮って皆さんにもご披露したいと思いますが、 松屋というお菓子屋さんの今日はね素敵な初夏のお菓子をいただきますちょうど今立てたてのお抹茶が届きましたのであの本来であればねお菓子を先いただくんですけれどもさすがにねお菓子を食べるとライブトークができなくなりますので 今日はお抹茶だけいただきます。あ、美味しいですね。 いやー美味しいお抹茶をいただきました。ちょうどね、今日はお天気が非常に良くて、今日はね、最高気温も、京都は32度ぐらいまで行きました。あのー、今日一番ね、全国で一番気温が高かったのは、九州、大分県の日田市、5えー、50度はないですね。35度を超えたようで、もう、猛暑日をね、記録した九州でした。まあ、京都はね、それよりかは低かったんですけども、まあ、32度ということで、今日はあの、久しぶりに、 私たちラクタビが主催する京都散歩も、えー、私のご案内が久しぶりにありまして、お昼の1時半から、東西線ケアゲ駅をスタートして、新緑の南禅寺。その後に、南禅寺界隈には別荘天園群があります。野村別邸などの前を通って、そして岡崎と言いますと、今から900年前、白川法が築きました、白川院。 六章寺などの歴史がありますので、そのあたりをゆっくりと皆さんにイヤホンガイドをしていただきながら、たっぷりと解説をしながら、最後は岡崎の平安神宮まで散策をしてきました。平安神宮はこの初夏の季節、花勝負、水田、高骨など、まあ季節の美しいお花が咲き誇るお庭で、今日はね、ゆっくりとイヤホンガイドをつけていただきながら、 またチ、ンチン電車のお話とか、トントントンと渡る飛び石が、かつての三条足や五条足の橋脚であったりと、まあそのあたりの深い歴史をですね、ご案内しながら、初夏の京都の散策を楽しんできました。ようやくね、京都を歩く散策も再スタートしておりまして、まあちょっとずつですけれども、まあ普段の日常が戻ってきているのかなと感じています。 今日はね、本当にこの京町屋の中も素敵な風が吹き抜けまして、どうでしょう、今。田中玲さんが今、お茶をたてあ、ちょうど今奥で川村さんがお茶を飲んでおりますけれども、いいお稽古ができているようです。はい、さあ、それでは、今日も皆さんには今日ちょっと旅へということで、今日どこかの寺、どこかの神社へと旅をしていただきたいと思います。 さらにこの旅くじの中には、先日、京料理二電さんからのプレゼントと、オールスター大阪ウォークの安藤さんからもたくさんのプレゼントをいただきましたので、今、プレゼントが、特等一等を含めてたくさん入っていますので、もしかしたら、今日、当たりくじが出る可能性があります。もうね、皆さんのコメントを見てますと、もう最近は本当に、ちょっと旅へを楽しんでいるんではなくて、 当たりくじが出るかどうかを今楽しんでますね、皆さん。あくまでも、今日ちょっと旅絵がメインですよ。当たりは、まあ、余興、遊びですから、まあね、トークで今日も旅をね、楽しんでいただいたらと思います。でもあの、当たりくじが出たら私もね、ちょっと興奮すると思いますけれども。それでは、今日の一つ目のトークテーマを決める、旅くじを引いてみたいと思います。さあ、今日はどこが出るか、 もしくは、当たりくじが出るかです。さあ、いきますよ。さあ、どこが出るでしょうか。下の方からいきますね。こちら。こちらのくじを引きたいと思います。それでは続きましては、このくじの内容を改める、くじ改めです。まずは私が確認をして、一つ。 二つ、三つとヒントを出していきますので、皆さんもあそこのお寺かなあそこの神社かなぜひ想像しながら考えてみてください。わかったという人はコメント欄に何とか寺、何とか神社と書き込んで腕試しをしていただきたいと思います。それでは行きます。くじ改めです。さあ、どこが出るでしょうか おいやあ、つながってますね。何がつながっていたかと言いますと、先ほど、今日私は京都散歩で、南禅寺、岡崎、平安神宮散策をしてきました。その途中で、かつて900年前、白川法王が白川院を建て、 さらには6つのお寺、6勝寺を建てたという、6勝寺があったというお話がありました。その、白川法王にまつわる伝説を秘めた灯籠です。さあ皆さん、京都の街中、どこかのお寺、どこかの神社に、白川法王が物語に出てくる、なんとか灯籠というのがあります。 もうね、ピンと来た人は分かってると思いますが、この灯籠があるのは、東山。もうズバリ言いますと、もうこれで皆さんすぐわかると思います。八坂神社にある石灯籠です。そう、今から800年前、平安末期の武将で、源氏、平家が愛争った源平相乱、 その中で、平家が台頭する出世のきっかけとなった、平清盛の父、平の忠盛公ゆかりの灯籠が、今、八坂神社に残ります。こちら、忠盛道路と呼ばれています。いやー、ちょっとね、これ、忠盛道路が出たということは、少しだけ、驚々しい若村劇場が始まるでしょうか。 今、後ろから笑い声が聞こえてきましたね。さあ、今から800年前、平安末期、当時は白河法皇、鳥羽法後白河天皇などが大きな県政を振るい、陰政を行った時代です。そういう中で後に平の清盛や源頼朝など、平家、源氏という、 武士たちが台頭し、時代は一気に武士の鎌倉へと平安から移ろっていくわけなんです。そういう中におきまして、第72代の天皇でありましたのが白川天皇、後に出家、白川法皇と呼ばれ始めるんです。この白川法皇がなぜ白川という名前かと言いますと、今の平安神宮のあたり、 あの辺りには、川底に白い砂が敷き詰められた、白川という川が流れ、辺り一帯の地名も白川と言います。白い三本川の川と書いて白川と言いますが、天皇の場合は三隅に加能の加と書いて白川と言います。その辺り一帯に白川院という隠語書を持って大きな政治を進めたのが白川天皇で、 白川院から愛する女性、祇園尿護のもとへと、しばしば白川法を通われたわけなんです。そんな中で、今の八坂神社一帯、祇園の森の中に、祇園尿護という女性が住んでいて、そのもとに白川法が向かったときに、この出来事が起こったんです。太陽は傾き、あたり一帯が、 暗闇に包まれる中で、うっそうとした森が広がる祇園の森。そこに白川法の一行が差し掛かった時に、森の向こうで、ふわっという鬼の姿が現れたんです。それを見た白川法を、うわっと思ったんですが、その鬼なる者を退治してこいと命じたのが、白川法について、一行の中に入っていたのが時の武士でありました。 平の忠盛公であったわけなんです。忠盛は武士であって、気丈にもその鬼の姿を追いかけて捕まえてみたところ、なんとそれは鬼ではなくて、祇園の森、祇園社と呼ばれた現在の八坂神社の僧侶が、石道路に夜になって火をくべている。その姿であって、檻からの雨で濃をかぶったその僧侶は、 濡れた美濃が、灯籠の明かりで反射をして、鬼のような姿に見えたんです。それに恐れおののいた白川法の目をもって、忠盛公、鬼を捕まえに行ったら、それが僧侶であった。誤って切らなくてよかったということで、白川法、平の忠盛に対して、大きな信頼を寄せるようになって、こうして忠盛公、白川法に取り立てられて、 出世を重ねていったと言われてるんです。その忠義に報いるということで白川法は愛する祇園女吾を忠盛に渡したと言いまして、まあ、今では考えられないことですけれども、自分の愛した女性をよくやったということで忠盛にあげたわけですから、まあ今では考えられない まあ女性の敵のようなお話ですけれども、白川法から祇園女子が譲られて、平野忠盛と祇園女子の間に生まれたのが、あの平野清盛だと伝えられまして、いわゆる祇園女子から生まれたということは、忠盛の子でありながらもおそらく祇園女子は白川法に通じていましたので、清盛は安に、 白河法王のお年種ではないかと見られ、ですから一回の武士でありながら退路の清盛、その後はもう出世の階段を駆け上がって最後は大乗大臣にまで登り詰めるわけで、これは暗にあの絶大なる牽制を起こった白河法王のお年種であるというのが世にあったんではないかとも推定されまして、まあこのあたりははっきりとわからないわけですが、このとにかく 平家出世のきっかけとなったのがこの平野忠盛公ゆかりの灯籠だということで今も八坂神社の境内の中にこの灯籠が残っているんですもう10年以上前ですけども NHK 大河ドラマで平野清盛10年ぐらい前かなもっと近いかなその大河ドラマの時に多くの観光客が訪れるようになりまして今も忠盛道路のところにはね駒札が立ってすぐに わかるようになっています。本殿から見ると東側に石道路が残っておりますので、ぜひまた一度、平家出世のきっかけ、鬼のような姿に慌てた白川法王をね、安心させたこの忠盛にゆかりの物語が残りますので、ぜひまたね、一度ご覧をいただきたいと思います。このね、忠盛道路、灯籠自体はおそらく鎌倉以降、 に作られたと考えられています。形からして。だから、まあちょっとね、物語があった平安末期と、灯籠自体は鎌倉以降と見られますので、ちょっと時代の差がありますけれども、まあ物語は物語、灯籠は灯籠ということで、ぜひまたね、ご覧いただきたいと思います。一つ目は、太陽が傾き、ちょうどまさにね、今みたいな時間帯、刻々と森の中に、 静けさと漆黒がやってくる。その時にこの物語が起こったと言われてるんです。ちょうどいい時間帯でしたね。はい、次はお客さんに山村が座ってますね。<laughs> 次、お稽古は誰でしょう河村さん。あ、頑張ってください。<laughs> なかなかね、このお茶のお稽古、もう私たち2年ぐらいやってると思うんですが、もう3年になるかな。 三歩進んだと思って二歩下がってますから、結局ね、一歩ずつしか、まあでもね、一歩一歩、一歩一歩前というのが大事ですから、まあ三歩進んで、二週間後には二歩下がってますので、まあ、なんとかこう、ちょっとずつですけども、前進しているというような感じでしょうか。ただここ三ヶ月空いてましたんでね、大きく交代していたような感じもします。<laughs> さあそれでは、二つ目のトークテーマを決めてみたいと思います。くじ取引です。 いや、なかなか当たりくじ出ないですね。今、当たりくじが6本入ってますので、10回に1回ぐらいは出てもおかしくないと思うんですよ。だから、昨日おとついから数えると、もうそろそろ1個出てもおかしくないと思いますので、皆さん、当たりくじに期待をいただきたいと思います。2回目のトークテーマを決める、くじ取り式です。さあ、何が出るでしょうか。 こちら行きましょう。こちら。重なってますね。この上の方行きますね。こちらを2つ目のトークテーマとしたいと思います。それでは続きまして久慈改めです。1つ2つ3つとヒントを出しますので、分かりましたらぜひコメント欄に何とか寺なんとか神社と入れていただき、入れてみていただきたいと思います。行きます。 さあ、どこが出るでしょうかおほほ。大きな大きなお寺が出ました。もう名前の中にも、大きな、大という字が入る大きなお寺です。あ、これでわかったらすごいですね。京都の中にいろんなお寺ありますが、その境内もかなり大きいです。そしてお寺の名称にも、大、 という文字が入っております。今から1200年前、平安の初め、もともと天皇の離宮として開かれた場所が後、お寺になって、このお寺です。そのお寺には、天皇の離宮でありまして、船浮かべ、時にお花見をしたり、特に9月のお月見、寒月の名所として知られた場所で、 今もこのお寺の横の池では、船浮かべて、船遊びを再現した、寒月の夕べが、中秋の名月に開かれます。新言宗のお寺で、工房大師空海の木像を祀るお寺です。さあもう皆さんわかりましたか寒月の名所で、大という文字が入るお寺ですから、こちらです。佐賀の。 大覚寺になります。いやー、大きなお寺が出ましたね。さあ、この大覚寺、佐賀野にあって、まあ、最寄りの駅で言いますと、JR、山陰本線、佐賀、嵐山駅が最も近い駅になります。そこから北へ、徒歩20分ほど、大きなお寺が広がってきます。新言宗大覚寺派、大本山のお寺で、 今から1200年前、平安京が開かれまして、間もなくの第52代、佐賀天皇によって開かれたというお寺になります。もともとは佐賀離宮と呼ばれまして、今の大沢の池があって、その横に今大覚寺がありますが、昔の記録を振り返ると、どうも大沢の池の北の方に、 大きな離宮が広がっておりまして、今は大体この辺りね、田んぼになってますけれども、住宅と田んぼになってますけれども、池の北側に大きな離宮が広がっていたそうなんです。で、後にこれ全体がお寺に改められて、今は池の西側に建物が集まり、大覚寺と呼ばれているわけなんです。この大覚寺、後に、代々天皇家の方が出家をして、 門主住職を務める格式の高い門跡寺院となりまして、あの、ここのね、お寺行きますとね、建物と建物が回廊で繋がっています。昔の平安時代の貴族、天皇などの屋敷を思わせる、平安時代の神殿造りをね、思わすような美しい建物が残るんですけれども、その建物、建物、移動する時の廊下が、高貴な方が使われる邸宅、建物ですから、 何かがあっては困りますので、廊下の下に隠れたり、外から切りかかったり、または廊下の中で乱闘になっても、刀が振り下ろせないよう、屋根が低く、または廊下の下も見晴らしが良くなった、そういう廊下になっている。まあ、かつての天皇貴族ゆかりの、そういうね、神殿作りの一端がね、見えたりするんです。で、ここはですね、なんと言っても、日本一の 社教道場です。社教の根本道場として知られておりまして、佐賀天皇が在政中、世に今と同じように怪しげな病が流行りまして、世の人々が苦しみ始めたんです。なぜこんなに病が流行るのか。その病平意を願って時の佐賀天皇は、弘法大師空海に それを尋ねたところ、天皇自らが写経をして、それを治めれば、きっと病は静まるでしょう。そういう空海の言葉がありましたので、その言葉を信じ、佐賀天皇は熱心に写経を行って、今もその写経が大覚寺に治められているんです。 大覚寺の境内の一番奥に直風新行殿という建物があるんですよ。新行殿。つまり歴代の天皇が心を込めて写経をしたもの。これを収めている建物があって、心のお経の経に殿と書いてね、新行殿。 という建物があります。で、この新行殿は、歴代天皇の病気併有や、天変地位を抑えるための、歴代天皇の社経が収められておりまして、お寺のお坊さんでも、扉を開けることができず、直風というのがかかってるんですよ。直風。直風、新行殿と言いまして、直風というのはね、こういう漢字を書きます。 つまり、直は天皇の使いを直使とか、天皇の命令を直命と言います。直は天皇を意味しまして、天皇が封印をしている神行殿。ということで、直風神行殿と呼ばれておりまして、この神行殿の中には、歴代天皇の社経が収められ、一説には、一番最初の佐賀天皇が社経したもの。 これは、最も大切な経典で、紺色の紙に金泥という金の隅で写経をしてるんです。そして、その後の世になって、天変地異が起こり、その疫病退散を願うときに、歴代天皇はその直風を解いて、扉を開けて、中から佐賀天皇の経典を取り出して、 その、紺色の紙に、金礼という金の文字で書かれておりますので、文字が削れるんです、金が。それを削って、お茶に煎じて、その茶を服したと言いまして、こうして、病平や世の疫病大散を願ったと言われてるんです。つい、一、二年前、 特風が60年に一度解かれまして、我々にもその経典を見せていただきました。一般公開がありました。特別公開が。その時に見たら、やはり佐賀天皇の経典には文字が所々見えないところがあって、かつて歴代天皇がそれを取り出して、文字を削り、茶と共に服したとも言いまして、その 経典が今も収められているのがこの大覚寺なんです。今度、その扉が開くのは、60年後ということで、60年というのは、10巻十二子という暦を作るときに、60年に1回、その10巻十二子で同じえとが、暦が出てくるんです。ですからよくね、皆さんあの60歳になったら、ちゃんちゃんこ起きてね、あのー、 お祝いをしたりしますね。あるいはね、60年経つということは、また赤ちゃんになって生まれ変わる。生まれた時と同じ暦が60年後に来るんですよ。ですから、赤ちゃんにもう一回戻って、人生の再スタートになりますから、赤ちゃんの赤いちゃんちゃん子を着てね、そういう、あの、儀式をね、家庭などでも行うということなんです。まあそういうね、60年というのがね、たびたび、いろんなお寺さんであって、60年に一度ご開帳とか、そういうのはね、同じ暦での、 御会長、扉を開いて、世にその力をね、及ぼすということなんです。まあそういうことでね、まあ大学に行きましたら、ぜひ皆さんも、五大堂というところで、社経ができます。般若心経ぜひ社経をしていただきまして、世の平安を願い、皆さん自身の様々な願いを叶えて、社経の力で、ね、ご祈願をいただきたいと思います。 写教するとね、収めて、毎朝お寺さんがね、その法要をされておられますので、その写教の力が世に満ちてくるということなんです。はい。ということで、2つ目は、大覚寺でした。今日は、なかなか興味深いこの、ただ森道路と、大覚寺をお届けしました。ちょっとね、今日はあの、後ろで、お茶の稽古をしてますので、 あまりこう大きな声を立てるとということでね、今日はしずしずとちょっとだけ若村劇場になりそうでしたけどもしずしずと今日はね、お届けしたほぼほぼあ逆でした毎日配信ラク旅通信ライブ版ということです。さあどうでしょう。でししょおままいに入ってますね。 そう、この辺りがね、私も先ほどお稽古で、あのー、水差しの蓋をね、こう戻そうと思ったら、手順が違いましてね、違う。と一言、指導がありました。<laughs> これからもね、精進をしていきたいと思います。ということで今日はここまでとなります。それでは、最後の締めくくりは、合言葉で締めくくりたいと思います。 合言葉は、きっと、もっと、京都を、好きになる。この、好きになる、というところを大合唱いただきまして、京都から皆さんに元気をお届けし、皆さんもぜひ京都に元気をお届けいただきたいと思います。その時に手は、ハートマークで、元気をお届けしたいと思います。どうでしょう後ろの皆さんいけますか合言葉いきますんで、よかったら、 出てもらってもいいですよ。<laughs> はい、んはい。それでは、はい。頑っていきたいと思います。いきます。きっと、もっと、京都を好きになるー。お、たくさんの元気が皆さんにお届けできたと思います。今日は、午後7時からのお届け、楽旅通信ライブ版でした。 明日も昼間は名古屋で公演がありますので、夕方に帰ってきて、今日と同じ午後の7時から明日も楽旅通信ライブ版お届けしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、足がね、痺れてまして、これポチッと消しにくい大変ですが、ポチッと消したいと思います。ありがとうございました。あいたたたたたた。 ちょっと這うようにいきます。